川鹿とエロスイートリーダーが共演するショー絆をお送りします。エロスイではトレーナーと言わずトリーダーと呼びます。訓練するのではなく家族や友人のように彼らと遊び世話をし励まし励まされています。一番知りたいのはどうしたらもっと絆が深まるか、一番嬉しいのは今気持ちがつながったと思える一瞬、その一瞬の嬉しさを味わっていただきたくてこのショーをお届けします。トリーターの気持ちでイルカに目を離し、アシカの気分で人を観察、これまでと違う世界がきっと見えてきます。新しいドキドキとともにゆっくりお楽しみください。
できることも違います。マミはこんなことできます。はい、高台にどうですか。ありがとうございます。ちょっと待っておりません。フィッシュもそれで最近ちょっとできる。嘘、できる。マミほど綺麗に足上がんないけど。オッケー、いいよ、フィッシュね。じゃあマミもう一回やってみようか。比較よいしょよいしょ。皆さん見てください。ねえ、すごい、初めて見たっすね。さあ、じゃあこのメンバーで音楽に合わせてダンスをやってみます。それぞれ性格が違うのでやっぱり音に合わない時もあるんですが、しっかりと音に合わせられるように僕たちも動いていきます。見ていてください。よし、じゃあみんな準備いい？キリコはいいよ。じゃあまずはセシね、今日そっちでダンスしようかな。オッケー、こっち来る。じゃあちょっとマミ場所からね。じゃあマミ一番向こう行こうかな。キリコ真ん中でいい。あ、オッケー、ポジションチェンジ。オッケー、じゃあみんな準備いい？セシよ。オッケー、じゃあみんなで揃ってやるよ。キリコ行くよ。行きます。じゃあまずはお尻、はい、おー、いいよ。じゃあ今度は回転、足からして回転、よし、はい、ここだけ一緒に回転、そう、ちょっとこっちで、よし、じゃあ次は足タッチ、ここも揃えていくよ。いいよ、せーの、こっち、反対、反対、ボール、はい、
ック、そして左側がルイです。この2頭時々喧嘩をしてしまうことがあるんですけど、今日はすごく落ち着いている。2頭ともジャンプがすごく得意なんです。僕は加藤家です。パートナーはお気持ちをセーラーです。セーラーは大ベテランです。江戸水に来て今年で29年目に入りました。僕たちは普段ここにいるメンバーに話しかけます。もちろんこの声で会話することはできませんですが、少しでも気持ちが伝わればいいなと思って話しかけるんです。で、実際にコミュニケーションを取るときには手や体の合図を使います。今からセーラーに一つ合図をします。まず一つ目は体を僕が左右に動かす、この動き、これでセーラーも頭を左右に動かしてくれます。で、もう一つは右手を上げるジャンプという合図を出します。で、挨拶の時はお互いに目と目を合わせて動きを、ね、確認してもらうんです。で、今から最初にやる1つ目体を動かす動きなんですが、とても地味です。皆さん温かい目で見てください。じゃあいくよ。まずは右左 OK。 ありがとうございます。しっかりと僕の動きを見てくれていました。次はダイナミックジャンプです。気をつけてね。右手の合図を、さあ手を上げたのを見てジャンプに向かいました。助走を取って飛べるかな。いいですね。連続して飛んでくれます。いいよ。 OK。 うまく飛んでくれました。おかえり。こんな感じに合図を出していきます。ではこの後もよろしくね。あれ実は花本堂のビーナー一番右のここでいきます。でもね、ビーナーはもっと動きがゆっくりなので、一応あれ頭左右に振ってます。で、右左右ゆっくり左。かわいいですよね、ビーナーも。さあ、そして遊び方はね、トリーターがその時によって変えています。どうやって遊んだら楽しいか、その時によっているかたちもやりたいこと違うので、トリーターはね、何をやったら楽しいのかいつも考えています。さあ、沖本堂のセーラーは右側に来てくれて、ステージ右側の花本堂のみんな、体を触ってもらってます。さあ、そしてこの沖本堂と加藤家のペアは、ちょっと前まではよくね、コンビを組むことが多かったんですけど、最近あまりコンビを組んでいませんでした。なので、加藤家は久しぶりなのか、すごい嬉しそうです。さあ、そのセーラーの尾びれを、加藤家が右側から左に引っ張って襲っています。皆さん、セーラーの体重は重すぎてちょっと測れないんですけど、多分600キロ以上あります。さあ、そのセーラーをね、加藤家が引っ張って遊んでいました。さあ、そしてステージのバンドウイルカたちは、実際からあれ水しぶきを上げてたのか、あ、ジャンプに向かったみたいです。ルイがジャンプに向かいましたが、ジャンプがすごい低くてジャンプしてるのか分からないです。さあ、そしてステージの左側のピックとビーナが口先から水しぶきを上げて遊んでます。ビーナが今日張り切っている。水しぶきの量がいつもより多い。皆さん、左側のピックも多いけどビーナも頑張ってます。さあ、ピックの水しぶきでビーナが全然見えなかった。ビーナもう一回やってみよう。よし、ビーナ行ってみよう。さあ、できるか。ビーナ、これが水しぶき。水しぶきを上げて、おー、ありがとうございます。ビーナーが上げている。なかなか量が今日は多いです。可愛いですよね、ビーナーね。もう本当にのんびりで、エロスイの、ね、癒し系です。さあ、そしてこの左側では一緒に水の中に入って遊んでいます。本当に下に水に入って遊んだりもする。まあね、こういったいろんなことっていうのは最初からできるわけではなくて、トリーターという方たちが毎日練習をしてできるようになるんです。で、今日は普段皆さんがあまり、ね、見る機会のないトリーターという方の練習をしているところを見
ください。はい、今日は私がミーナの目の前でぐるっと体を一周回転させます。するとミーナこのままでくるくる回ってくれるんですが、この上の合図があるので回り続けてほしいです。でもミーナ最近ねできるようになってきたんですが、5回ぐらいから止まりかけることが多いです。なのでこの時間目標は10回です。10回連続で止まらずに回れたら大成功です。実はこれ成功したのまだ1回しかできてないので、皆さんも一緒に温かく見守って数えてください。よし、10回よ、押してみよう。よし、はい、みんな回って、ぜひ皆さんご覧になってみて、さあ
さんのこと探してあげてください。さあよろしくね。さあここからは今度はトリーターとイルカたちの連続コンビネーションです。誰と誰が息が合ってるかよーく見てみてください。Yeah!